可愛い背景でスタートしました。ライブ配信、今日はちょっとお昼も時間が過ぎましたので、ちょっと変わった場所に来ています。わかりますかね、なんかキラキラでしょ。みんな仕事中にすいませんけど、これが目印、猫ちゃんね。はい、ということで、よくご存知の方も多いかもしれませんが、今日はお香屋さんに来ています。チラ見してしまった。今日は富山市の藤の木にありますお香の専門店かからさんにお邪魔をしてみます。ということで、私の暑苦しい顔はさようならして、店主のかなさん、こんにちは。こんにちは。来てしまいました。ついに来てしまいました。ありがとうございます。はい、私の大好きなお姉さんです。ありがとうございます、はい、私も大好きです。ありがとうございます。ということで、あんまり来たことない、まあ、特に男性の方は少ないんじゃないかなと思うんですけど、すっごいたくさん、これ全部お香。お香ってあの、わかるかな、線香の種類と同じなんだけど、いわゆるまあフレグランス的なものもあれば、もう本当にいろんなものが置いてあります。お香です、全部。すごくないですかこれ。ちょっと紹介しきれないぐらいにあります。でお香を立てるものもあったり、まあ、ちょっと特殊な香木とかもあるんですかね。うん、ありますね。ちょっとね、すごいんです。ってことで、お店いつからされてますか。お店は2010年の8月なので、今年で10年目。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、やっとかっこで。なかなかね、でもお香の専門店で10年ってすごいね。すごいね。よくぞ、うん、頑張られました。皆さんのおかげです、ですね、本当に。皆さんの力がないとここまでやってこれてないです。いや、素晴らしい。まあ、ファンもたくさんいるかな姉さんなんだけど、今日はじゃあ、男性はこの辺りおすすめみたいな、で女性にはこの辺りおすすめとか、そういうちょっと今おすすめのものを教えてもらおうかなと思います。はい、そしたら、うん、どうしよう。いっぱいあるね。香水が、あ、花ちゃんが出てきた。あ、こんにちは。看板娘、看板猫、こんにちは。はい、猫好きのファンも多くいらっしゃいまして、この子たちに会いに来るお客さんもいるそうです。綺麗な子だね。はい、戻りましょう。はい、最近は、うん、あのメリ香水、ちょっと香とまたね、少しジャンルが違うかもしれないんですけど、はい、日本のお香メーカーさんが出されてるメリ香水で、メリ香水ですね、はい、で、あの形はどういったものかというと、これクリーム状、あ、はいはい、うん、クリーム状のちょっとね、リップクリームみたいな。そうですね、そんな感じの、うん、でこれをちょっと取ってもらって、はい、こう手首とか、あ、そういうことですね、うん、で油が、あのホホバとか、うん、スクワランとかすっごいいい油使ってるんで、まあここにつけなくても、うん、手のかさついたところとかにちょっと塗ってもらっても、なるほどね、ふんわりと香りがするってことですね、うん、であのシュッシュの香水と違うから、うん、あの香りがほのかに漂うから、こうすれ違いざまにふわっと、 あの人めっちゃイケメンの匂いするみたいな、そういうアイテム一つ。もっと早く教えてほしかった。大丈夫、イケメンだから。ありがとうございます。はい、これじゃあ皆さん、練り香水、ちょっとね、うん、聞き慣れないかもしれないけど、やっぱ香りの専門店ならではのアイテムですよね、うん、これぜひ皆さんの香りの装いに付け加えていただきたいと思います、うん、はい、続いて、で、で女性の方っていうか、うん、まあ、主婦の方に人気のお香が、ね、うん、まあ、時期的にね、うん、こういう時なので、あ、そう、なるほど。抗菌香、抗菌香、もうその名の通りってやつですかね、うん、その名の通りで、あの化学薬品は一切入ってなくて、自然の生薬とハーブだけで作られて、で、あの空間中の雑菌を抑えてくれるから、カビ予防にもなるっていう、うん、で香りが森林浴の香り、メインが青森ヒバとかミントとか使ってるんで、普通に香りでリラックスしながら、なおかつ空間も抗菌してくれるっていう、一石二鳥の。いいですね、素晴らしい、ね、そうですね、これからやっぱりね、いろいろ気になる季節ですから、うん、抗菌作用のあるお香という、うん、こういう特殊なものもあります。皆さん、うん、お香の世界奥深いですよね、うん、まあ、まだ数千アイテムありそうな感じはしますけども、まあ今日は練り香水とその抗菌香を
お伝えいただきました。じゃあ最後に営業時間などのお知らせをお願いします。はい、営業時間は、11時から16時台18時までで、定休日が木曜日になってます。はい、ありがとうございます。では今日は富山市のお香の専門店かからさんからお届けしました。藤の木にありますということで、皆さんかなさんに会いにまたお香を取りに行ってらっしゃい。バイバイ。